視聴者の皆様、こんにちは。今回は、自分が悪いのにもかかわらず人のせいにする報告者の2本立てです。1本目は、半休取って帰ろうとしただけなのに、なぜか上司に激怒されてしまった、と嘆くイッチのお話です。それでは、ご覧ください。これは老気に訴えた方がいいのでしょうか。半休取って帰るって、イッチは社会人？はい、出版業界で働いています。今は婦人誌を担当しています。てか無知な学生で悪いんだが、半休って何か教えてくれるか？半休とは半日働いて、半日は年次休暇を利用してお休みすることです。年次休暇？簡単に言うと年間で休める日数だよ。午前働いて午後はお休みとかも可能なんだ。なるほどサンクス。じゃあ続けて。続けるというよりもすれたいの通りそのままなのです。休暇を取ることは当たり前に保障される労働者の権利なはずです。その権利に対し負の感情をあらわにすることは、おそらくパワハラ認定されるかと、そう思いすれたてをした次第です。次第ですって言い回し、こんな掲示板で使う人初めて見たよ。そうですか？できる限り平易な言葉遣いを心がけるようにしますね。平易って言葉がもはや平易でない。それで激怒してたのは一体誰なの？編集部長ですね。おお、偉い人か。そうですね、そこの部署内では一番立場としては上になります。ちなみになぜ激怒？私のことを無責任呼ばわりしてきましたね。大勢他の社員がいる前での叱責だったので、おそらくそれもパワハラに該当すると私は考えています。確かにそれはそうかも。今コンプライアンスいろいろ厳しくなってるしね。そうですよね、もう古い平成気質は捨ててほしいものです。でもなんでイッチは無責任呼ばわりされたんだ？仕事ほったらかして帰ろうとしたとか？いえ、そんなことはありません。ちゃんと引き継ぎをして休暇を取ろうと思っていましたので。ちゃんと他の人に仕事託してたのか。じゃあまあおかしくはないよな。そうですね。そもそもその担当自体私の手を離れるものなんです。だから今後の展望を踏まえても、私が休みを取れない理由にはならないはずなのです。イッチが担当外れる？違う仕事に移るってこと？なんかちょっと流れわかんないからさ、ここまでの状況もう少し詳しく書いてくれない？構いませんよ。適宜質問があれば聞いてください。とりあえず私はさっきも書いたようにある出版社で働いています。本当は文学雑誌を担当したかったのですが、配属されたのは婦人雑誌の部署でした。だからか、なんか書き込み方苦しいと思ったのは、イッチは文芸オタク系女子か？オタクではありませんが、小説を読んだりすることが趣味です。続けていいですか？はい、どうぞどうぞ。3年近くその部署で働いてきたのですが、来月から希望の文学系の部署に移動できることになったんです。それはおめでとう。はい、とてもおめでたいことです。今までずっと我慢をしてきたので、興味も全く湧かないコスメやファッションのページを見るたびにあんうつたる気持ちに追われてきました。そこまで言うかね、イッチは陰キャ確定だな。陰キャ？まあそうですね、別に否定はしませんね。むしろ陽キャと称される人たちのことを心から嫌悪していますので、ただおそらく休日にこんな掲示板で書き込みをする皆さんも陰キャに当たるのでは？私は今子供の昼寝の熱かせ終わった主婦だからな。でもまあ陽キャではないけど。俺は昨日の飲み会で飲みすぎて二日酔いで出かける気になれないだけだ。恥ずかしいんですか？陰キャ扱いされることが、もしかして恥ずかしいんですか？別にそんなことはないよ。てかさ、陰とか陽とか別に今関係なくない？話し続けてよ、イッチー。はい、承知しました。部署移動することは書きましたね。そのように移動を控えた私は、とりあえず余った休暇を消化することにしたんです。結構余ってたの？そうですね。基本的に平日休んでまでしたいことも特にないので、とりあえず20日分は余っている状況でした。あれ、今がもう3月だから、本気出せばもう新年度までずっと休めるってこと？はい、だからそうしようと思ったんです。え？ですから、残りの休暇全部使って年度末までずっと休もうかと。いや、それマジ？そんなことしてる人見たことないよ。だってイッチ、今の部署での仕事残ってないの？はい、残っていませんよ。先ほども書きましたが、すべて後輩に託しましたので。託すって、出版業界ってこれが普通？ねえ、もう少し詳しく聞いていい？はい、いくらでもどうぞ。今日は予定もないので。イッチは今の部署でどんな仕事してたの？婦人雑誌の中の数十ページを担当してました。内容やレイアウトや校閲など、多岐にわたる感じですね。それで部長が無責任って怒るってことはその担当ページについての文句ってことだよね？はい、
6月号についてのページ内容がまだ完成していませんでしたので。あ、結構先に出版されるやつなのね。とは言っても納期としては3月末が設定されていましたが。そんなに前には内容決定してるんだね。そうですね、あくまで原稿扱いですから、その後いくつものチェックを受けるので。でも1、4月には部署移動するんだよね。はい、そうです。でも担当のページは完成してない。それでもう4月まで休もうとしてる。そういうこと？はい、もう移動なので。え、じゃあその残りは誰がやるの？さっき後輩に託したって書いてたけど。そうですね、ちゃんとここまでのデータは渡しました。その後輩は同じチームでずっとやってきた信頼できる後輩なのか？そういうわけではありません。今年入社した一番新人で一番仕事量が少なかったので託す相手としてふさわしいと考えました。その新人はできる子？どちらかというとできない子です。だから仕事少なかったんじゃないの？はい、おっしゃる通りです。いいですよね、無能だと仕事振られないから。厳しい事実ですからね。ですからこれを機に成長すれば良いのではないでしょうか。ごめん、一旦整理していい？はい、どうぞよろしくお願いします。一致は婦人誌で数十ページ担当してる。はい。今の担当してる内容の納期は今月末ですね。でもまだ完成していない。だいたい 20% の進捗状況です。 20%？ まあいいや、続けよ。ほんで来月には他部署に移動する。はい、小躍りしたいくらい楽しみです。もう自分には関係ない部署だからと任されていた仕事は全て後輩に託した。そうですね、ちゃんと人選はしましたが、した結果が使えない新入社員。そして半休を取って帰り、翌日以降は4月まで休もうとした。もったいないですからね、休暇って年度ごとに更新されてしまうので。え、じゃあ俺の書いたこと全部正しいってこと？私の書き込んだ内容を書き出してくださったようですから。はい、特に訂正箇所はありません。待て、やばいって一致のやってること。やばいとは、一体何の話ですか？だって任された仕事全部丸投げしてそのまま帰ろうとしたんでしょ？しかもそこから休んで、あとは野となれ山となれって、さすがに部長が怒るのも当然の結果だと思うけど。そうでしょうか、その考え方が私には理解できないのですが。え、一致社会人なんだよね？常識ってないの？常識は当然ありますよ。そして同時にしっかり勤労感も備えている自負があります。今書き込んだ内容のどこに常識のなさを感じさせる内容がありましたか？普通の社会人はさ、自分に任された仕事をちゃんとやり遂げてからその場を去るものだよ。一致がやってるのはバイトバックレと一緒じゃないかな。アルバイトレベルの勤労感しかないのかな。ですから、残された仕事は後輩に託したと言いましたよね。その引き継ぎってちゃんとした？ちゃんとの定義が図りかねます。だる、聞いた側がすんなり業務に移れるようなデータなどの引き継ぎしたかってことだよ。それはどうかは知りません。私が現状までに制作してきた原稿データを丸ごと渡しました。それは引き継ぎって言わないね、もはやコピペだね。でも、全部を伝えるのってとても労力がいりますよ。それをし始めたら移動までの期間、私は休むことができなくなってしまいます。妥当だよ。ちゃんと引き継ぐか、最後まで自分が全うするかのどっちかじゃないかな。普通、皆さんの言う普通が私にはよくわかりません。今書かれた内容を踏まえると、私はいずれにしても休暇を取得することができなくなりませんか？うん、それは自業自得だからね。おかしいですよね。何が？休暇を取得する権利は全ての労働者に等しく与えられているものです。もし休暇を残したまま移動し、年度の更新時に私の休暇が消滅したら、私は権利を放棄することになりますよね。そんな不当な扱いを受けるなんて私には考えられないのですが。何ですか、私は会社のために自分の権利を放棄しなければならないのですか？私何か間違ったこと言ってますか？法的におかしいことありますか？一応な、経営者側には時期変更権ってのがあるの知ってるか？当然です。休暇取得を希望された時の状況を踏まえ、その取得の時期をずらせる権利ですよね。おお、さすが文学オタク。関係ありませんけどね。それは今言った時期変更権というのは、本当にいざという時に行使されるものです。業務に著しく損害を与える時など。じゃあ今回のいけるじゃん。一致の開けた穴は著しいだろ。でもその権利って時期をずらすものですよね。私は一体いつにずらされるのでしょう。年度の終わりと同時に余っているものについては消滅してしまうというのに。つまり今回はそれは該当させることはできないと判断できますね。
まあ理屈上はそうなのかな。そうですよ、私だって最低限は調べていますからね。移動が分かった時から考えていたことなので、おそらく私が正しいはずです。移動はいつ分かったの？2月の末でしたね。ですからその時からもう今の部署での仕事はするだけ無駄と考えました。じゃあ 20% しか仕事終わってなかったのって確信犯ってこと？その確信犯はどのような意味で使われていますか？は？何が？正しい用法か誤った用法か、という意味でお聞きしています。どういうこと？もともと政治や宗教など、信条や思想を持って犯罪行為をすることが確信犯の意味です。へえ、じゃあ今回のはそれじゃない方だよ。誤った方ですね。嫌な言い方だなぁ。一致友達いないでしょ。友達の必要性がまだ私にはわからないので。神聖ぼっち、この性格なら当たり前か。すみません、確信犯についてのやりとりでしたよね。話を戻してはいかがでしょうか？させんねえ。じゃあ一致はわざと仕事残したの？わざと残すという言い方だと他の人に嫌がらせをしたいという意味が感じられませんか？だから答えはノーです。わざと残したのではなく、ただやる必要がないから着手しなかった、それだけの話です。一致が何を考えてるかなんて別にどうでもいいんだよ。なあ、他の同僚に申し訳ないとか思わないのか？あなた、言っていることこの短文の中で矛盾していますよ。ん？どこが？あなたが今書きましたよね。私がどう思っているかなんてどうでもいいという風に。であるならばそれは私にも適用されますね。私にとっても別に他の人がどう思ってるかなんてどうでもいいんですよ。他の人が困るとか、それが私の今後にどのような関係があるのでしょうか？逆にその人たちのために休暇を返上することで私は何を得るのでしょうか？感謝？信頼？称賛？どれも私には不必要なものなのですが。でも一致別に平日休んでまでしたいことないって、書き込んでたよね。その程度の休日なら別に返上したらいいじゃん。いえいえ、この長期休暇のために私たくさん小説書き込んだので、読まなければいけないんですよ。ですから返上は不可能です。こわ、なんかすごいなこの人。もうダメだな、俺たちの声はどうやら届かないらしい。これはこのスレの相違ですかね？はい。おそらく一致と同じ思考の人はこの空間にはいないと思います。多分地球上にもな。ま、大好きな小説の中にはいるかもな。そもそもパワハラで労基に掛け合うか、それを検討するためにすれ立てをしたのですが、どうやらそれらに対する回答はもう、期待できなさそうですね。部長も良くないとは思うけど、それ以上の異常を見つけてしまったので。ではこれ以上このすれが存在する意味はないようですね。ではスレを落とします。そうして反省をしない一致はスレ民の言葉にも耳を傾けることをしませんでした。そして一致はそのスレから姿を消したのです。しかしそれから数日ほど経った頃、また一致がスレ立てをしました。あれから果たして一致はどうなったのか気になるスレ民たちは一旦そこを覗きに行くことにしました。前にスレ立てしたものです。覚えてる人いますかね？あの、半休取ったらって上司に激怒されたってスレなんですけど。あれ、イッチじゃん久しぶり。俺が知ってるスレとは違うか？あのイッチは半休ってか、そっから半月休むイッチだったしな。おそらくそれは私です。でもどうしたのこんな平日昼間に。あ、そか、休暇中か。その件なのですが、また新たに相談があってスレ立てしました。なんかスレ隊にも緊急って書いてあるけど、何？どうした？小説全部読み終わっちゃった？それどころではなくなりました。っていうと？先ほど会社に急遽呼ばれまして、解雇通告を受けてしまったのです。解雇通告？クビってこと？はい、30日後にクビのようです。100日後に死ぬワニみたいな語感だな。30日後に社会的に死ぬイッチ。こっちも爆死決定。あんなオワコンと同列にくくらないでください。イッチは始まってもないもんな。そういうあなたもでしょう。同族嫌悪も甚だしいですね。まあまあ、イッチ、それでなんでクビにされたの？就業規則ってあるじゃないですか。ああ、各会社で決めてるやつね。その中の内容に抵触するからといって急にクビ宣告されたんです。何？どんな内容だったの？能力が低いことと、協調性がないこと。この二つが解雇事由でした。まあ協調性がないに関しては満場一致だよねー。私って協調性ないんですか？ないだろ、仕事丸投げにして一人長期休暇に入るやつ、気の字もねえわ。ですが、それは私の権利についての話なので、
別に普段仕事をしている時に、何か人間関係的なトラブルなんて起こしていませんよ。本当に？コミュ障ぼっちだったんじゃないの？ぼっちであることと協調性がないことはイコールではないと思いますけど。でもチームとして何か作るってなった時に、迷惑な存在だとは思うけどな。だって、陽キャ嫌いって言ってたじゃん。雑誌の編集者ってそういう人多くない？そうですね、そういう意味では私自身職場の人たちは嫌ってましたけど。やっぱりか、じゃあもう絶対協調してなかっただろ。それにやっぱり勝手に休暇取った、それが問題だと思うけどね。あと、能力が低いって、一気この感じで能力低いの？はず。いえ、私の能力はどちらかといえば高い方だとは思いますが。でも実際首宣告されてんじゃん。それはおそらく私の正当な力を評価できていないのだと思います。正当な力？前のスレでも書きましたが、私はそもそも文学雑誌に携わりたく、この会社に入社したんです。それなのに、全然私の希望した部署ではないところに配属されてしまい、ずっと意欲なんて湧きませんでした。ですから、どの仕事も必要最低限のエネルギーで済ませてきましたし、状況によっては自分よりも後輩に当たる人に仕事を振ってきました。だから、私が本当は能力高いことをきっと会社の人は把握していないのだと思われます。いや、それはダメだろ。うん、仮に能力が高くてもこんな考え方を持ってる人は会社にいてほしくないよね。というか一致、後輩に仕事振るのって割と日常的にやってたの？あ、あのポンコツ新人ではありませんよ。他の有能な後輩です。だからなんだよ、押し付けてる相手の問題じゃねえよ。押し付けるって言い方もどうかと、OJT って知っていますか？ああ、働きながら実務を通して研修して成長するってやつだろ。私が後輩に仕事を振るのは、あくまで OJT の一環ですよ。嘘だー、絶対自分が楽したいからでしょ？そんな証拠がどこにあるのですか？さっき自分で書いてたじゃん。興味ない仕事だから適当にこなしてたって、後輩育てる気持ちなんてさらさらないでしょう？それはこのスレでのやりとりですよね。はい。そうですけど。じゃあ職場の人にそれはわかりませんよね。つまり私が押し付けたのか OJT かなんて判断できないはずです。つまり、私の能力が低いことも含め、私のことをちゃんと評価できていない会社側に問題があるんです。はぁ、そうすか。そんで一致さんのご要望は？当然解雇の取り消しです。ようやく希望の部署に移れるっていうのに、このタイミングでクビだなんてあんまりですよ。それは厳しいだろうな。だって、同じ部署の人たちが一致に抱く印象って最悪でしょ？そもそもその人たちが声を上げて、おそらく今回の解雇が判断されたんだろうし、そんな爆弾みたいな人をわざわざ会社で面倒見る理由が一つもないよね。そうでしょうか。本当に首は覆らないのでしょうか。うん、最悪も解いた部署の人たちにしっかり謝罪して回れば可能性もあるかもだけど。それはありえませんね。え、なぜに？二度と会うことはないと思って、最後に言いたいことを全部言ってきたので、その時の同僚や上司の目を思い出すと、もう一度会うなんてことは考えられません。なんでこの後も同じ会社で働くのに、そこまでできるんだよ。そうだよね、フロア違ってもどこかで会うかもしれないのに。別に会ったとて、関わらなければ平気ですからね。一致には人の心がないのかもな。どういう育て方をしたらこうなるのかな？さあ、親の連絡先をお教えしましょうか？結構です。一致は首宣告を取り消す方法を相談するためにすれ立てしたってこと？そうですね。何か新しいお知恵でもいただければそう考えたのですが、どうやら無駄だったようですね。え、なんか私たちが見限られてる？ただ私ももっとよく考えるべきでした。こんな平日に掲示板に貼り付いていて、どうでもいいようなスレで列してる人たちから学ぶことなんて、そんなものあるわけないですよね。私が間違っていました、すみません。なんだろ、新しい形で煽られてる気がする。煽っていませんよ。なんなら皆さんに少し同情しているくらいです。かわいそうだなぁと。何この強者の余裕、今の自分の境遇を憐れめ。私はおそらく大丈夫です。別に能力は低くありませんので、この職場をクビになっても他の出版社に行くだけなので。普通同僚の中で情報回ると思うけどな。そうなんですかね。でもまあなんとでも言いくるめますので。それではお忙しいところお時間を取らせましたね。私はこれで失礼します。こうして一致はスレを後にして、今度こそ帰ってくることはありませんでした。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。続いては2本目。
せっかくの家族旅行なのに、夫が不機嫌なせいで台無しになったと嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は、家族で旅行に行ったのに、夫の機嫌が終始悪かった、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。イライラが止まらないので聞いてください。楽しみにしていた家族旅行なのに、夫の機嫌が終始悪くて最悪です。うわぁ、それはたまらないな。旦那さん、気分屋なのか？そうなのかもしれません。たまに家族でお出かけした時にも、機嫌が悪くなるので。自分の機嫌の悪さに周りを巻き込むのは違うよな。そうですよね。しかも、家族旅行だったんですよ。どうして家族との大切な時間を、夫の機嫌で台無しにされるんだって思って、今すごくイライラしているんです。イライラしているってことは、今も家族旅行中だってこと？そうです。今はホテルに戻ってきていて、子供たちも寝たので、一人でロビーに来てここに書き込んでいます。そうなのか。一人になりたかったんだな。旦那さんはどこにいるの？夫は子供たちと一緒に部屋にいます。なるほどね。どうして機嫌が悪くなっていたのか、旦那さんに聞いてみた？喧嘩になるのが目に見えていたので、極力話をすることも、目を合わせることも控えるようにしていました。それ、子供たちがかわいそうだな。親が仲悪いとしんどいだろ。早く機嫌直してもらってくれ。私も直してもらいたいんですけど、原因がわからないんですよね。いつから機嫌が悪くなったとか、何かきっかけになるような出来事があったとか、旦那さんの機嫌が悪くなった原因に思い当たる節はないの？本当にないんですよ。あるとすれば、私が構ってあげなかったからでしょうか。構ってあげなかったって何？私、昔から仲の良い友達がいて、今でも変わらず交流が続いているので、日中の連絡も絶えないんです。友情は何よりも大切にしたい性分で、一秒でも早く連絡を返すことを心がけているので、基本携帯を見ている状態にしています。それなのに旦那はいつも私に、家族といる時は携帯から離れてほしいって言うんです。なのできっと、寂しくて機嫌が悪くなるんでしょうね。いやいやいや、旦那さんの言い分は正しいだろ。家族との時間よりも友達との連絡を優先したってことか？優先とかじゃないです。もちろん、家族旅行は私なりに楽しみましたから。でも確かに、思い出してみれば、夫が不機嫌になり始めたの。ランチで入ったお店で私が友達からの電話に出て、1時間近く喋っていた時からのような。旅行中に1時間も電話？しかもランチ中に出て長電話するって非常識すぎる。家族との会話よりも大事な電話だったのか？電話をかけてきた友達、最近行った婚活パーティーで好きな人ができて、うまくいくためにメールのやり取りの内容も、私が一緒に考えているんです。何ヶ月もやり取りをしてやっと、友達は好きな人と会う約束をすることができました。でもちょうど友達の初デートの日が、家族旅行の日だったんです。本当だったら一緒に服を選んで化粧もしてあげて、うまくいくように、近くで見守ってあげたかったんです。夫がちょうどその日に家族旅行を計画してしまったので、それも叶わなかったんですけどね。一体何歳の友達？そこまで友達の力を借りないと恋愛できないって、やばくない？しかもその日に家族旅行の計画立てた旦那さんのこと、よく思ってないっぽいのはなぜ？中学の頃からの同級生で、今は私もその友達も40歳です。私は10年前に結婚して子供もいるのですが、友達は今まで彼氏ができたことがなく、どうにかして私が友達の幸せの手伝いをしたい。そう思って、いろいろと手助けをしているんです。普通なら余計なお世話なんだろうけど、40年も彼氏いないんだったら心配にもなるのか？心配だろうけど深入りしすぎじゃないの？私にとっては大事な友達なので、どうしても幸せになってもらいたくて。だけど家族旅行で付き添えなかったから、せめて連絡を取り合うことだけでもしたかったんです。それなのに、夫の不機嫌の原因が、私が友達と連絡を取り合ってたことだとしたら、理解がなさすぎて意味がわからないです。その日程のことだけど、どっちが先に決まってたの？家族旅行か、友達の初デートか。家族旅行です。泊まりでの予定でしたし、子供たちの休みの関係もありましたから。すっかり私が旅行の日程を忘れていて、友人の初デートの日をその日にしてしまったのですが。メールのやり取りも一緒にしてたんだったな。家族旅行の日程忘れてたとか、絶対に家族に言うんじゃないぞ。日程をずらしてくれないかって夫に相談したら、理由を聞かれたのでそのまま答えました。すごく怒っていましたけど。なんで家族旅行の日程の方をずらしてもらおうとした？だって家族なんですから、何をしても許し許される関係なんですもの。なんだよそのイカれた思考回路は。家族との予定を大事にするべきだろう。旦那さんからしたら、一緒に決めた日程なのにって思ったんじゃないか？予定は全部夫が立てました。え、全部？任せっきりだったってこと？
任せっきりと言いますか、一緒に考えていたんですけど、気がつけば全部夫が決めていたんです。意味がわからないんだけど。私、友達とのやりとりに集中していて、夫が話しかけてきているのに対して、軽い相槌で済ませていたんですよね。そしたら日程も行き先も、交通手段も全部決まっていたってわけです。夫は私がいいよって言ったから、それで良いと思って決めたって言うんですけど、自分の意見通したかっただけなんじゃないでしょうか。旅行の計画立てる大事な話し合いの時に、友達との連絡優先で話すら聞いてないって信じられん。相槌打ってたんだから、肯定したも同然だろ。なんか勝手に予定決められたみたいに言ってんだよ。自分の意見通したかったって。旦那さんは家族の喜ぶ顔見たくて、予定を立ててくれたんじゃないの？家族旅行に行こうって言い出したのは夫なんです。でも、私が友達の恋愛に真剣に向き合っていることも、知っていたんです。だから、連絡を取っている時に話すんじゃなくて、友達からの連絡がない時に話して欲しかったなって、タイミングが悪いんですよね。夜中とか早朝にしてくれればいいのにって思いません。自分勝手だと思うわ。そんなの気にして話してたら、いつまで経っても決まらなくない？夜中とか早朝ってのも旦那さんのこと考えてないし。旅行に行きたいなら、友達の恋愛がうまくいった後にして欲しかったのに。ひどい言いようだな。いっちも旅行楽しんだんじゃないのか？友達の恋愛がうまくいくまでって、いつまで待てばよいんだよ。40年も彼氏がいないんだもんな。今時そんな人も少なくないだろうけどさ、いっちと友達の事情に家族を巻き込むのは間違えてる。私も友達も、家族を巻き込むつもりはないんです。ただ理解が欲しいだけなんですよ。友達は今が大事な時で、私とのやりとりが必要だってことを。子供にも理解を求めるつもり？旦那さんが不機嫌なのって、自分との時間をっていうよりかは、子供との時間を大切にできてないからじゃないか？子供たちにとっても私の友達は大切な存在のはず。いつも手土産を持って家に来てくれてますし、お泊まりをしていく時もありますから。それの何が特別なの？懐いているってこと？懐いているというか、親戚のような感覚ですね。友達は子供が嫌いなので、私の子供たちとは関わろうとしないので。一致だけに会いに来てるのか。子供や旦那さんからしたら迷惑だな、その状況。もういい大人なんだからさ、恋愛くらい一人でなんとか成就させてもらえって。友達が一致のことを必要にしている以上に、家族はもっと一致のことを必要としているんだぞ。子供たちも、もう9歳と7歳ですよ。そろそろ親離れする時だと思うんですよね。夫はまだ子供たちは親に甘えたい年頃だからって、休みの日には必ず連れ出して甘やかしてますけど、旅行中も、ある程度目を離して見守っていたんです。そしたら夫が、子供たちに何かあったらどうするんだ、いい加減携帯から目を離して、子供たちと関わってやれ。って怒鳴るんですよ。じゃあ夫が見ろよって話ですよね。もし何かあれば私の責任って言いますけど、夫だってトイレに行ってたんだから同罪です。9歳と7歳の子に対して、そろそろ親離れですって？本当に母親？自分が楽したいからってだけじゃないの。それに、離れるのは子供じゃなくて友達の方だよね。人の家の事情に口出さないでもらえますか？いや、子供がかわいそうすぎるから口出してるの。旦那さんの言っていることは正論だし、一致はもっと子供との時間を大切にするべき。してますって。産んで育てたのは私ですよ。まるで育児放棄しているかのような言い方、失礼すぎると思いませんか？確かに産んで育てたっていうのは否定しない。でも今の一致は子供に目を向けていないじゃん。旦那さんは子供たちを大切に思っているからこそ、一致の携帯ばかり見ている姿に腹が立つんだよ。それに、さすがにトイレには行かせてあげてよ。トイレに行っていたあなたが悪いんでしょうって、そんな言い分通用しないでしょ。どう考えても。子供に何かあったら、なんて考えたくもないけど。私も考えたくありませんよ。でもどうしても、友達との連絡をおろそかにはできなかったんです。初デートがうまくいきそうにないって言われて。その友達、自分でどうにかしようとは思わないの？仮にうまくいったとしても、一致その先もずっと手助けしないといけないんだろ？もちろんそのつもりですよ。友達の幸せのためなら、いくらでも力を貸す覚悟ですから。子供の安全よりも、家族との時間よりも、友達の恋がうまくいくことの方が大事なのか。妻としても母親としても考え直すべきだな、その覚悟。どっちも大事にしていくつもりです。皆さんは私に、家族と友達のどちらかを選べというのですか？別にそんなつもりで言っているわけじゃない。一致が極端すぎるだけ。友情を大事にしたい性分だと言っていたけど、家族をないがしろにしてまで大事にしないといけないほどなの？だから、私は家族をないがしろにはしていないんですって。大事にしてるように感じられないんだよな。
休日旦那さんが子供たちを連れて出かけるとき、一輝は何してるんだ？一緒には行かないのか？私は家で溜まってるドラマの録画を見たり、友達と出かけたりしています。子供たちは父親大好きっ子なので、私がいなくても平気なようなんです。それ、悲しくならない？関わる時間も旦那さんの方が多いっていうのは、なんとなく察していたけどさ。子供たちがそれで良いなら別にって感じですね。リフレッシュの時間って大事ですし、毎日の家事で疲れているので、夫が子供たちを連れ出してくれて最高って感じです。私今は働いていないんです。出産前まで働いていた会社を、子供との時間を大事にしたくて退職してからは、専業主婦で頑張ってきました。子供も小学生になったんだし、働きに出れるんじゃないのかって言われるんですが、家事で手いっぱいなので働くつもりはありません。家族のために掃除をして洗濯をして、ご飯も作っているんです。専業主婦には休みがないんですよ。だから、旦那の休日くらい一人にしてほしいんです。旦那さんも休ませてあげてほしいんだけど、専業主婦も確かに大変だとは思うけど、外で働くのも大変だよ。そうだぞ一致。それに俺なら、一緒に出かけたい。せっかくの旦那の休みなら、家族でワイワイお出かけするのだって楽しいぞ。たまには一緒に行ってますよ。でも私が友達との連絡に夢中になり始めると、今はやめてくれないか？せっかく家族で出かけているんだから。って夫に言われるんです。無視してたら機嫌が悪くなってストレスなので、あまり行きたくありません。ストレスなのは旦那さんの方だろ。どうしても自分を正当化したいんだな、イッチ。愚か者だとしか思えないぜ。急に愚か者とか言われて笑うんですけど。子供との時間を大切にしたくて退職したのに、全く大切にしていなくてこっちは笑うんだけど。それな、真剣に話聞くの疲れてくるわ。もう、突っ込みどころが多すぎてくさ。何がおかしいんですか？私、子供との時間大切にしているつもりですけど。親離れしてほしいとか言っておいてやばいやつ。大事にしているのは友達の恋愛事情だろう。だから、友達がこれから先幸せになれるかどうか、それが決まる大事な日なんですって。夫も子供たちも、旅行には行けてるから良いんじゃないですか。そういう問題じゃない。友達がうまくいっても行かなくても、ぶっちゃけどうでもいいんだけど、それよりも家族大事にしろって言ってんの。要約すると、友達の人生気にしている暇があるなら、一致は自分の心配した方が良いってことだね。いらない心配をありがとうございます。そういえば今更なんだけど、一致どこに旅行行ってるの？夢の国です。どうしても夫が行きたかったみたいで。え？それ誰情報？旅行提案してきたの夫なので。一致、多分、いや絶対なのか？旅行に行きたいって言い出したの、子供たちだぞ。なんでそう思うんですか？もしそうなら、子供たちから私に話が来ますよね？だって夢の国だぞ。俺も子供が行きたいって言って連れて行くもん。まあ真相はわからないが、多分そうだと思う。子供も言えないでしょう。ずっと携帯つついてたら、話しかけるのすら気を使うしね。夢の国に行きたいのが子供だけって、偏見ですよね。夫42歳ですけど、もしかしたら心は子供のままかもしれませんよ。本当にああ言えばこういうな。確かに偏見だったのかもしれないけど、一体旦那さんを何だと思ってるんだ？いつも子供と遊んでいるし、構ってくれないと機嫌が悪くなるし、どう考えても子供ですよね。子供と遊んでいるからって、良い父親してくれているだけじゃないかよ。構ってくれないって、それも捉え方がおかしい。とにかく、せっかくの家族旅行なのに、夫の機嫌が悪いせいで最悪なんですってば。子供たちも夫のそばから離れないし、子供にまで気を使わせているってやばくないですか？このままだと、明日の食べ歩きプランが台無しです。早く機嫌を直してもらうためには、どうすればよいと思いますか？とりあえず携帯から離れることだね。家族の顔見るより液晶眺めてる時間が長いのは大問題。友達もデート終わったんでしょう？ならもう放置、以上。それは難しいんですよね。友達、うまくいかなかったみたいで、相当しょげているので。だから、それは今度でいいから、どうにか今の状況を良くしたいって思ってるなら、友達にはまた帰ったら聞くからって連絡して、それ以上は連絡取らないようにするべきだ。見捨てろって言うんですか？うまくいかなかったのは、私のサポート不足も原因なのに、申し訳なくて仕方がないんです。おせっかいだってわかっているんですけど、友達のために何かをしてあげたいって気持ちが強くて、熱くなっちゃうんですよね、私。おせっかいも行き過ぎるといい迷惑だぞ。友達はそのおせっかいに頼りすぎている気がするけど、一致は友達のために頑張る自分に酔ってるんじゃない？どうしてそんなことまで言われるんですか？私が友達のためにしていることが、偽善だと言いたいんですか？そうだ、偽善だ。言葉が見つからなくてモヤモヤしてたけど助かったよ。私はさらにモヤモヤしているんですけどね。
ここで話していてもキリがないので、夫に機嫌を直してもらうように話してきます。いい加減子供みたいな態度を取るのはやめてって、ちゃんと伝えてきます。子供たちのためにもなりませんからね。話すことすら嫌ですけど、私が大人になりましょう。そんな態度で来られたら嫌だろうな。火に油を注ぐようなもんだぜ。いい結果は見えないが、頑張るんだな、イッチ。ちゃんと応援してくださいってば、私の楽しみにしていた食べ歩きが台無しになったら、どう責任を取ってくれるんですか。予定は全部夫が決めましたとか言っておきながら、ちゃっかり自分の要望を聞いてもらってるのかよ。責任なんて取るわけないじゃないか。ただ話してるだけだわ。とにかく早く謝ってきなよ。もっと家族との時間を大事にするって。謝ることなんて何一つしていないので、言っていることの意味がわかりません。避難しかしない暇人の集まりからは、そろそろ去りますね。私、皆さんと違って忙しいので。腹立つ言い方するな。なんで結婚できているのか不思議になってきたぞ。それは俺も思った。スレミンの言葉に耳を貸すどころか、逆ギレするイッチ。自己中心的な発言に呆れるスレミンたちは、イッチの家庭を心配します。心配を非難と捉えてしまったイッチは、夫との話し合いのためにスレから去るのでした。もう書き込まないような言い方をしたイッチでしたが、次の日にまた戻ってくることになるのでした。最悪の旅行でした。もう何もかも終わりです。イッチだ。なんでそんなに暗い発言してるの？あの後、夫に言ったんですよ。いい加減機嫌直して、大人なんだからって。言い方良くないな。それで？そしたら夫が、旅行を台無しにしている自覚はあるのか？子供たちが行きたいって言って計画した旅行なのに、どうして子供の話を無視してまで、友達との連絡を優先するんだよ。って、私に怒鳴ったんです。子供たちが言い出したなんて知らないし、意味がわからないって私も反論したんですけど。何度も子供たちは言ってたじゃないか。でも毎回携帯つついて上の空だったから、聞いてなかったんだな、やっぱり。呆れたとでも言うかのような顔と声色で、私を見下ろしてきたんです。その後はもう修羅場で、家族を大事にしないなら離婚とまで言われました。それはそうなるだろうな。配偶者の携帯ゲーム依存が原因で離婚とかもあるし、嫌な人は嫌だからね、携帯ばかり見られるの。私携帯ゲームしませんけど。例えばの話なんだって。なるほど。結局びっくりして起きた子供たちが泣き始めたので、話し合いは終わって次の日を迎えました。起きたらすでに夫も子供たちもいなくて、夢の国のリベンジをしてきますっていう置き手紙だけ。私、置いていかれたんですよね。さすがに意味がわからなくて電話をかけまくったら、昨日は私が原因で楽しめなかったから、もう一回行って楽しんでくるって言うんです。原因は夫なのに、何を言ってるんだって思いましたね。でももう追いかけるにも正午を回っていたので、私一人だけで食べ歩きに行くことにしました。そこは一致が改心して、家族を追いかけて一緒に回るべきだったな。まだ原因が夫だって言ってるのにもびっくりだが、夫にも帰りの飛行機でそう言われました。飛行機に乗るまで合流しなかったのか。だって空港に先に行くことが一番確実じゃないですか。どこかで待ち合わせをするにしても、迷子になったら迷惑をかけてしまうし。だけど、空港で合流した時の家族の顔が、すごく怒っていたんですよね。子供たちなんか、私を一瞬見てからは無視ですよ。夫からは、結局家族は一致にとって、そこまで大事な存在じゃなかったんだな。ってため息を吐かれるし、本当になんでって感じでした。自業自得だよね。子供からの信頼も消えたんだから、事態を重く受け止めるべき。今は家に着いたんですけど、子供たちは近くの夫の実家に行って、夫は今役所に離婚届を取りに行っています。離婚は確定だと言われて、どうすればいいのかわからない状況なのに、友達から恋愛相談の連絡が鳴り止まなくて、自分でどうにかしろってイライラがすごいです。友達の幸せのためなら何だってするんじゃなかったか？覚悟したとか言ってたけど、その程度か。自分の幸せの方が大事に決まっているじゃないですか。どうしたら踏みとどまってくれるか、考えてください。結局自分のことしか考えていなかったっていうことだな。諦めろ、手遅れだから。無理です。離婚なんてされたら、この先どうすればいいんですか。知らない。すべて自分が蒔いた種でしょう。真摯に受け止めて今後の戒めにすることだね。もういいですよ。離婚届に判を押さなければいい話ですから。無理なあがきはやめろ。余計に面倒くさいことになっておしまいだ。ここにはもう何も相談しません。さようなら。逆ギレはロタ。以上のように、家族の時間を大切にしていなかったイッチは、家族から見放されて一人になりました。家族時間を犠牲にしてまで時間を費やした友達に対しても、自分勝手な感情を向ける始末。最終的にはスレミンの助言を受け入れずに、スレから去るのでした。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは、このような気違いな報告者のスレを中心に紹介していますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。